2023年10月17日から韓国のソウル郊外のソンナム市にあるソウル空軍基地で開催されたソウル ADEX2023 において、韓国がインドネシアと共同開発中のジェット戦闘機 KF-21 ポラメが初めて一般公開されたよ。KF-21 は韓国空軍が現在も運用している FA-50 に次ぐ国産戦闘機として、2001年3月に韓国空軍士官学校の卒業式において当時の金大中大統領により開発計画が発表され、韓国航空宇宙産業 KAI が開発を進めることとなり、総事業費として開発費8兆5000億ウォン約8500億円に加え、量産費9兆6000億ウォンと合わせて総額18兆1000億ウォン約1兆8000億円の予算が計上されたぜ。今回はそんな韓国国産の戦闘機である KF-21 について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。KF-21 の開発計画にはインドネシアも参画することが決定され、開発費の分担は韓国政府が 60%、KAI が 20%、インドネシアが 20% となり、インドネシアは約13億ドルを支払って、最大48機の KF-21 を取得するほか製造技術移転を受ける予定だったんだけど、インドネシアは国内の防衛予算が制約を受けていることを理由に、分担金の約 13% に当たる1億9000万ドルしか支払っておらず、韓国防衛事業庁によると2019年7月時点でインドネシアの分担金残額は2億5000万ドルとされていたんだ。これに対してインドネシアは、インドネシアンエアロスペースがスペインと共同生産した CN-235 輸送機世界的には PTDI として知られているを韓国に提供するほか、天然ゴムなどの資源の現物納入によって補填することを申し出るなどして解決したと見られているよ。KF-21 はイギリスのジェーン航空記念館によると、開発当初はステルス性能が高い第5世代の双発マルチロール機と評価されていたが、その一方で、開発元の KAI は公式サイト上で KF-21 をアメリカのロッキード・マーティン社製の F-16 ファイティング・ファルコンを韓国向けに改修した KF-16 よりも高性能な第 4.5 世代戦闘機であるとしているね。その理由として推測されているのは、KF-21 へのミサイルなどの搭載にあたっては主翼や胴体下に剥き出しで搭載され、他の第5世代戦闘機のように胴体下面に備えられた開閉式の兵器クラウェポンベイが設置されていないことにあるぜ。KAI からは KF-21 の胴体下に兵器を吊り下げたイメージ図が公表されており、このことがステルス性能を著しく低下させるとして、同機を第5世代戦闘機として分類することを疑問視する声が上がっていたらしい。同機の外観はロッキード・マーティンが開発したアメリカ軍の第5世代戦闘機ステルス戦闘機 F-22 ラプターや F-35 ライトニング2の外観によく似ているものの、このウェポンベイ非搭載であることによって KAI では同機を第 4.5 世代戦闘機と称するより他なかったのであろうと見られているよ。KF-21 の初舷は全長 16.9 メートル全幅 11.2 メートル全高 4.7 メートル最大積載量 7700kg 最大離陸重量 25,600kg とされ、ゼネラルエレクトリック GE のアフターバーナー付きターボファンエンジン F414 を2発搭載して、最高速度はマッハ 1.81 時速 2200km を発揮するというんだ。KAI では KF-21 について、国産の高性能かつ低コストとされるアクティブフェイズドアレイレーダーを含めた、高性能のアビオニクスが搭載されるほか、電子戦装置 IRST データリンクなどが搭載され、運用要求においては高速迎撃能力超音速巡航能力に加えてある程度のステルス性能を持つマルチロール機であると規定しているな。これは KF-21 の開発計画が発表された当初、韓国が初めて国産開発製造をする第5世代ステルス戦闘機であると喧伝されたにもかかわらず、上記の理由で中途半端なステルス戦闘機との評判が高まったことを払拭するためと見られていて、韓国側としては輸出を念頭に置いている KF-21 の評価を低レベルの第5世代戦闘機とするよりは高性能な第 4.5 世代戦闘機として、イメージアップを図りたいとの思惑があるものと見られ、このような対処の上手さが、
韓国が世界の兵器市場においてシェアを伸ばしている理由であろうとの見方もあるらしい。KEI では KF-21 の今後の開発計画について、まず対空戦闘能力のみを追求したブロック1を2026年までに韓国空軍に配備するとしていて、その間にセンサー能力などを向上させ対地対艦攻撃能力を有するブロック2の開発を進めて、さらにウェポンベイを搭載するなどの改修を施したブロック3の開発を進めていくものとみられ、ウェポンベイを搭載したブロック3の登場をもって KF-21 を第5世代ステルスマルチロール機として世界にアピールするのではないかとみられているぜ。ただ、KEI では現時点ではブロック3の登場がいつになるかについて具体的な計画は立っていないとしており、現時点においてはアメリカの NGAD ネクストジェネレーションエアドミナンス計画や、日本、イギリス、イタリア3カ国が共同開発を行っている次期戦闘機にフランス、ドイツ、スペイン3カ国が共同開発を進めている FCAS フューチャーコンバットエアシステムなど、世界の戦闘機開発の趨勢は第6世代とされる次世代戦闘機の開発に移っていることから、KF-21 のブロック3もまた遅れてきた第5世代戦闘機と揶揄される可能性は否定できないんだよね。また、ブロック1が収益したとして韓国空軍では2028年までに40機を調達する計画であるものの、パートナーであるインドネシアが負担金を完済したとする情報はなく、残金の支払いは交渉中であるとされていることから同国に納入できないことが考えられ、その場合 KF-21 の製造コストが大きく跳ね上がってロッキード・マーティン製の F-35 をも上回る可能性が、インドネシアのメディアなどから示唆されているんだ。韓国ではこのような状況下にある KF-21 を世界市場に売り込むために、マルチロール機を標榜している同機に様々な機能を付加させようと試みているみたい。KF-21 は制空戦闘用の一人乗りの短座型だけでなく操縦訓練の目的で複座型の開発も進められているが、その機体を対地対艦攻撃用兵器を統制する乗員を乗せる複座型攻撃機とするほか、無人戦闘機編隊の編隊を統制指揮する司令機としての運用も検討しているとされているな。これは共同戦闘システムコラボレーティブコンバットシステムという名称で、無人機 UAV を用いておとりとして敵の目を欺いたり、電子戦や ISR 情報監視偵察に活用したりするほか、攻撃なども実施させ、その統制と指揮を KF-21 複座型の航跡の乗員に実施させるというものだぜ。これらのことから、韓国側による KF-21 の輸出戦略は同機の装備についてコンポーネント化することで、同機に興味を持つ国の要求に応えられるようにするものであるとみられ、韓国のこの兵器輸出における柔軟性はこれまでにも同国の兵器輸出の際に見られたものってわけだ。実際に KF-21 に対しては UAE アラブ首長国連邦や、韓国からこれまでに多連装ロケット砲システム系2戦車系9自走榴弾砲 FA50 戦闘機などを輸入してきたポーランドが興味を示しているとの情報もあり、韓国側の兵器輸出に対する設計変更や現地生産などへの柔軟性が評価されているものとみられているね。現代のジェット戦闘機は世代が変わるごとにその能力が格段に向上し、機体、アビオニクス、兵装など様々な分野において高度な技術が求められ開発製造コストが膨らんでいることから、アメリカやロシア、中国などの技術力と経済力を持つ国家でなければ単独開発が難しくなったと言われているよ。日本においても2035年に退役を迎える F2 戦闘機の後継となる次期戦闘機開発においては当初単独で実施されることになっていたものの、戦闘機開発の最新技術の蓄積がないことと開発製造コストの増大が予想されることから、3カ国共同開発にせざるを得なかったとみられているな。また、アメリカにしても第6世代戦闘機の開発には費用対効果の点において躊躇しているとの見方があるほか、中国も第6世代戦闘機は無人機を開発するのではないかとの噂があり、韓国の KF-21 のマーケティング戦略が注目を集めているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
韓国空軍ではアメリカのロッキード・マーティン製の第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2の通常離着陸型である A タイプの導入を進め40機を保有しているよ。ただ、アメリカと敵対するイランの国営放送であるイランイスラム共和国放送が開設したニュースサイト、パーズトゥデイが2022年10月8日に配信した記事によれば、韓国の与党議員が韓国政府に対して、アメリカから購入した F-35 戦闘機において過去18ヶ月で234件の技術的欠陥が見つかったとして批判したと報じたぜ。今回はそんな韓国が F-35 戦闘機の欠陥を指摘した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、パーズトゥデイはさらに、この議員が与党である国民の力の新温宿議員であることを明らかにして、同議員が取材に対し、韓国空軍の F-35 戦闘機は172回の緊急着陸を余儀なくされたほか、技術的問題により飛行が不可能となる状態を62回も起こしていると述べたとして、韓国では去る5月に、F-35 戦闘機の操縦席に技術的欠陥が発見されたことを受け飛行が一旦全面禁止されました。また、世界各国でも同型機の墜落事故や欠陥が相次いで報告されたため、韓国与党幹部が韓国政府はこの戦闘機の機能に失望していると述べたと結び、審議員が2021年の1年間において韓国空軍の F-35 戦闘機は、月平均わずか12日間しか飛行しておらず、2022年上半期もわずか11日間だけだったと述べたとも報じたよ。パーズトゥデイがイランのメディアであることから考えて、この記事の信憑性は疑わしいところではあるものの、韓国空軍の F-35 には様々な問題が発生していることは事実だね。2022年1月4日、韓国空軍の F-35 A が訓練飛行を実施していたところ、1機に操縦電子系統の異常が発生して3機の降着装置車輪すべてが作動しなくなり、中西南道蘇山市にある韓国最大の空軍基地である瑞山戦闘飛行場にて胴体着陸を試みたんだ。胴体着陸時の火災発生を防ぐために F-35 は搭載していた燃料をすべて投棄し、地上の滑走路には飛行場の消防車によって特殊な発泡性の消火剤が撒かれて極力摩擦を防ぐ措置が施され、そこに F-35A が胴体着陸を敢行して無事に着陸を果たしたぜ。韓国空軍はパイロットには怪我などがなかったことを明らかにし、また胴体着陸後の F-35 機体については外観からは大きな損傷が見られないとして、同空軍のパイロットの技量の高さと発泡性消火剤による摩擦軽減措置を施した基地消防隊の迅速かつ、正確な措置のおかげであると自画自賛の発表をしたな。その上で韓国空軍は、今回の降着装置の故障について、F-35 の事故としては初めてのケースであるため製造元であるアメリカのロッキード・マーティン社の協力を仰ぎ原因を調査するとして、それまでは国内における F-35 の飛行を停止するとしたため、韓国与党議員が指摘したように同空軍における F-35 の飛行時間が少なくなったものとみられているらしい。この事故の原因については後日、バードストライクが原因であることが明らかにされていて、体重 10kg の大きなワシが F-35 のエアインテーク付近に衝突してその衝撃によってアビオニクスに異常が発生したことによって、3機の降着装置の作動異常だけでなく、通信装置や酸素発生装置などの機能が停止したためであることが分かったよ。このことについて2023年5月29日、韓国のメディアはバードストライクにより破損した F-35 機体について、損傷具合を精密検査した結果、この機体は胴体と主翼のみならず機体構造体やエンジンがひどく歪んでしまっていると判明され、修理にかかる費用について製造元のロッキード・マーティンからは1100億ウォン約116億円かかると通知してきたと報じたんだ。この修理費用の金額については新規で1機を調達する費用とほとんど同額に近いものであり、韓国側からはこの機体を修理せずそのまま廃棄処分として訓練用機材として残すか、
あるいはパーツを韓国得意の共食い整備に当てるなどが検討されているというね。韓国の共食い整備は F-35 だけに止まらず F-15 系などの他の戦闘機や航空機においても広く実施されていることは知られているんだけど、実は韓国には F-35 の運用においてそうせざるを得ない理由があるみたい。F-35 の修理やメンテナンス、特に胴体下部のステルス塗装などは、アメリカ軍の極秘事項であるために、アメリカが指定する国際整備拠点 MRO&U で行われなければならないとされ、その MRO&U は本国アメリカの他にはイタリアのカーメリとオーストラリアのウィリアムズタウン、そして日本の3カ所しか設置されていないな。韓国に最も近いのは日本の愛知県小牧にある三菱重工に設けられた MRO&U であるが、近年において反日政策を掲げるムンジェイン政権になってからというもの、その露骨な反日姿勢によって、それまで両国政府によって話し合いですでに解決済みであった徴用工問題を蒸し返され、また韓国司法が三菱重工業に賠償金支払いを命じるなどして日韓関係が悪化していることもあり、韓国政府は空軍の F-35 を日本で整備修理することを拒否しているぜ。そのため胴体着陸で損傷した機体を機械日本で修理することができず、同じく整備拠点のあるオーストラリアのウィリアムズタウンまで運ぶか、アメリカ本国のフォートワースまで運ばなければならず、膨大な費用だけでなく修理されて復帰するまでには相当の期間を要することになるらしい。膨大な費用だけでなく修理されて復帰するまでには相当の期間を要することになるらしい。他国の空軍であれば育成に費用と時間がかかるパイロットの生命を守るため、膠着装置が出ないとなればベイルアウトを指示して脱出させると思われるけど、韓国空軍は自国パイロットの生命を失う可能性が高い危険な胴体着陸を指示してでも1000億ウォン以上する高価な機体を失うことを恐れたとされ、その結果として機体の損傷度合いによって結局のところ新規で1機を発注できるほどの修理代を必要とすることになったんだよね。今回のイランのメディアによる F-35 の欠陥を訴求する報道は、韓国側が F-35 の事故機体の欠陥が原因であることにして、自国空軍に責任はないとのアピールを行って少しでも修理費用を軽減したいとの思惑があるのではないかとの見方も出ているみたい。2006年に F-15 系の墜落事故が発生した際に、F-15 系の製造元であるボーイング社が、ちょうどこのタイミングで韓国が20機調達する計画を進めていたことから同額の費用で21機を納入したことがあったよ。ちょうどこのタイミングで韓国が20機調達する計画を進めていたことから同額の費用で21機を納入したことがあったよ。これについてはボーイングが事故の責任を自社にあると認めたのではないかとの憶測が流れ、これについては明らかにはされていないものの、韓国は F-35 について現有の40機の他にさらに20機を購入する予定としていることから、ロッキード・マーティン側の責任を主張して柳の下の2匹目の土壌を狙ったのではないかとの見方をする向きもあるな。また韓国では2022年5月、強硬に反日政策を推し進めてきたアヤザイトラ政権から日本との協力体制構築を目指したダスズエツ政権への交代があり、それまでの国を挙げての反日から180度転換して親日に方針が変わったとされ、2023年5月に実施されたアメリカや自衛隊などとの多国間演習イースターンエンデバー23に参加した。海上自衛隊護衛艦浜切が釜山港に停泊した際、これまでは旧日本軍が使用した旭日機と同じだとして韓国国内で形容することを堅くなに反対してきた自衛艦旗を掲げたことについて、国際的な慣例なので問題視しないとして、韓国メディアもそのことを日韓関係が改善する流れと報じるなど変化が見られているぜ。そのようなこともあり、損傷した F-35 の修理がアメリカまで運ばずとも日本で実施する可能性があるとの見方が出始めていた中、アメリカ国防総省は世界で F-35 の導入機数が増え続けていることから、MRO&U 機能をさらに展開させて運用各国の部品入手性と稼働率を高めるとして、これまでの日本、イタリア、オーストラリアの MRO&U に加え、イギリス、オランダ、デンマーク、ノルウェー、イスラエルにも修理体制を整備することを明らかにし、
2025年以降はインド太平洋地域では韓国にも MRO&U 機能を拡大する考えがあることを示し、韓国空軍が F-35 を自国で修理できる可能性が生じているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国の最新の防衛白書で日本が格下げされ、周辺国としての扱いに変更されたことは、日本とアメリカの両国からの注目を集めているよね。これに対して、日本政府が今後どのように対応するか、国民の意見も取り入れつつ慎重に検討する必要があると思うよ。特に、韓国との関係性においては繊細な外交が求められるな。韓国に配備されている F-35A ステルス戦闘機については、この機種は最先端の技術を有する第5世代戦闘機であり、その運用状況や戦術的な役割がどのように展開されているかは、地域の安全保障環境において重要な要素だね。F-35A は、そのステルス性や多角的戦闘能力により、韓国軍の戦力向上に寄与しているぜ。また、中国がスパイ行為を行っているとの指摘があることについては、国際的な緊張関係や情報戦が背景にあるため、それに対する警戒は必要だな。各国は常に他国の軍事技術や戦略に関する情報を収集する傾向にあり、この点においては継続的な監視と防衛策の強化が求められるからね。韓国と日本、そして地域全体の安全保障環境を考慮すると、F-35A を含む各国の軍事力は注目の的であり、その動向は今後も密接に監視されることになるだろうな。さて今回は韓国の KFX プロジェクトについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本と韓国の F-35 ステルス戦闘機の導入計画には、いくつかの違いがあり、韓国は2019年3月に始まったアメリカからの F-35A の導入で、2021年までの3年間で合計40機を購入する予定だね。これに対し、日本はより広範囲な計画を持ち、A 型及び B 型の2タイプを合わせて合計147機の購入が決定していて、この大量購入は、日本の防衛戦略と地域の安全保障要求に基づいているよ。価格については、日本の場合、F-35A 及び B 型の平均単価が約116億円と高額であることが報じられていて、これには技術移転の一部、機体の最終組み立て、メンテナンス用の整備場の建設といった、コストを押し上げる要因が含まれているんだ。日本はこれらの機体を国内で最終組み立てし、長期にわたって運用する体制を整えるための初期投資が含まれているみたい。一方、韓国はこれらの追加コストを避け、アメリカで完成した機体を直接購入しており、これにより、韓国は比較的安価に F-35 を導入できる契約を結んでいるぜ。ただし、韓国が選択したこのアプローチは、技術移転や国内での産業参加の機会を限定的にするため、長期的な産業及び技術的自立に影響を及ぼす可能性があるな。また、F-35 のメンテナンスやサポート体制についても、韓国は将来的な交渉を通じて、さらなる合意を模索していると考えられ、これには、国内での整備能力の構築や、他国との共同利用の可能性など、多岐にわたる戦略的考慮が含まれるんだろうな。このように、日本と韓国の F-35 導入計画はそれぞれの国の戦略、財政的な選択、将来の産業基盤に向けた目標に基づいて異なるアプローチが取られているね。アメリカが F-35 プログラムの契約において韓国のメンテナンスを日本またはオーストラリアに設置された整備拠点で行うことを義務付けたのは、複数の理由からで、まず、このアプローチは、整備拠点を限定することでコストの効率化と質の維持を図る戦略的な判断からだよ。高度な技術が要求される F-35 の整備を専門的に行える拠点を集約することで、経費の効率的な分配と専門技術の維持向上が期待されるってわけ。また、日本やオーストラリアには初期から F-35 プログラムにおいて高いコストを払って技術移転や整備施設の設置に投資しており、これらの国への配慮も含まれているな。これは、
これらの国々が支払った高額な契約と、それに伴うコミットメントを考慮した結果であり、これらの国々で整備が行われることは、投資の回収や地域内での技術力の向上を促進するぜ。韓国としては、国内での整備能力の構築を進めたいという意向があるんだけど、初期の契約では他国の整備拠点を利用することになっていたんだ。このため、韓国は自国内に整備拠点を設置することを目指しているものの、これが実現するまでには多くの交渉と調整が必要になり、もし韓国が自国内に整備拠点を確立できれば、自立的な防衛産業の強化につながり、運用の柔軟性も高まるだろうね。したがって、この契約における指示が日韓関係や地域内の戦略的バランスにどのような影響を与えるかは、今後の発展により明らかになるんじゃないかな。政治的な課題や技術的な要求が交錯する中で、各国は最適な解決策を模索していくことが求められるわけだね。韓国の KFX 戦闘機プロジェクトには、確かに多くの課題があり、まず、インドネシアとの共同開発が不透明な状況にあることが大きな問題となっているよ。まず、インドネシアとの共同開発が不透明な状況にあることが大きな問題となっているよ。インドネシアの F-16V 型ブロック70購入計画が明らかになったことは、KFX プロジェクトへのコミットメントが後退している可能性を示唆しており、プロジェクト全体の資金調達と進行に影響を与えるだろうね。また、KFX 戦闘機の開発に必要な費用が1機当たり約140億円と見積もられていることは、経済的な負担が非常に大きいことを示していて、これは、近隣国が F-16V のような既存の第4世代以上の戦闘機をはるかに低価格で調達できる状況と比較すると、特に顕著だぜ。F-35A ステルス戦闘機の単価が約84億円まで下がっている現状では、KFX のコストパフォーマンスが疑問視されるのは避けられないからな。さらに、韓国内での F-35A のメンテナンス拠点を設置することが提案されているが、これが実現するとしても、整備拠点建設と運営にかかる高額な経費は、経済的にも技術的にも大きな挑戦となり、少数の機体60機程度に対する高額な整備設備投資は、長期的なコスト効率を考えると理想的とは言えないぜ。韓国の防衛産業にとって、自国で戦闘機を開発し、生産することは国家の技術力と産業力の向上に寄与するという大きなメリットがあるんだけど、その経済的負担とリスクをいかに管理するかが今後の課題だね。KFX プロジェクトの未来は、国際的なパートナーシップ、資金調達、技術開発の進展に依存するとともに、地政学的な要因にも左右されると思われるよ。韓国の KFX 戦闘機プロジェクトは、地域の防衛力増強及び産業技術の自立を目指す野心的な試みであるんだけど、様々な課題を抱えているんだ。KFX の開発費用が1機当たり約76億円とされ、これが 4.5 世代戦闘機の価格として適切かどうかは議論の余地があり、特にこの価格は、国際市場で利用可能な既存の高性能機と比較すると、その競争力が問われるってわけ。インドネシアの問題に関しては、過去の政治的な背景と現在の軍事装備のアップグレード戦略が複雑に絡み合っているな。東ティモール問題の影響で西側諸国との関係にわずかな亀裂が入り、その影響が武器購入政策にどう影響するかは注目されていて、アメリカが F-16V をインドネシアに売却することがどの程度の政治的な配慮を必要とするか、またその決定がどのように影響を及ぼすかは重要な要素だぜ。KFX プロジェクトにおける革新技術の国産化の問題は、戦闘機開発における最も困難な課題の一つで、韓国はエンジンや兵装など、いくつかの重要な部品を国内で生産する能力が限定されており、これらの技術をアメリカやヨーロッパから依存しているんだ。この依存は、戦闘機の完全な国産化を目指す上で大きな障壁となっているみたいだね。これは韓国だけでなく、多くの国が直面している問題で、戦闘機の開発と生産は極めて高度な技術と莫大な投資を必要とし、アメリカ、ロシア、
中国などの軍事大国だけが完全な自国生産を実現しているぜ。他の国々、特に中小国は技術の輸入や国際共同開発に頼らざるを得ない状況が多く見られるからな。このような国際的な技術依存が、韓国が KFX プロジェクトを通じて克服しようとしている課題の一つであり、この挑戦がどのように進展するかは、韓国の産業能力と国際政治の動向に深く影響されることだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。